ゴットフリート・ジルバーマンゴットフリート・ジルバーマンは、ドイツのバロックオルガン製作者。ドイツ東部、エルツ山地の小村クラインボプリッチ生まれ、父親のミハエル・ジルバーマンは大工であった。はじめザイフェンのガング職人やフラウエンシュタインの製本職人に土手に出されるが、いずれも長続きせず、1七百一年に、ストラスブールで、オルガン製作の工房を開いていた上の兄。 アンドレアス・ジルバーマンに弟子入りした。ここで修行を積み、しばらくは兄弟でオルガン制作を行ったが、1710年に単身作戦に戻った。フライベルク・セマリア大聖堂の大オルガン作戦での初仕事は、競技、フラウエンシュタインでの小さなオルガンの制作であった。その翌年、ライプツヒの正イ・トーマス教会のオルガン奏者権。 合唱団長であったヨハンクーナウの推薦もあって、フライベルク大聖堂の大オルガンの製作者に選ばれ、1714年にこれを完成させている。この作業に伴い1711年にフライベルクに引っ越している。ここは良質の木材や金属材料の入手に便利な地であり、彼は生涯この地を住みかとした。1723年にザクセン選定校 フリードリヒアウグスト一世から宮廷及び国廷のオルガン職人に任命されると各地から多くの名誉ある仕事の依頼が寄せられるようになったが彼はザクセン以外の仕事はできる限り断っている。1749年に彼は重い病を患った。晩年の作品であるフランケンシュタインのオルガンあるいはドレスデン宮廷協会のオルガンは主に彼の弟子たちの手によるものである。 彼はこれらの仕事の監督を、かつての弟子であったザハリアス・ヒルデブラントに委ねている。1753年8月4日に、ゴットフリート・ジルバーマンは、ドレスデンで亡くなった。彼の工房は、兄、アンドレアスの息子で、オルガン職人のヨハネス・ダニエルが継いだ。制作中であったドレスデン宮廷教会のオルガンは、遅くとも1755年の2月には使われている。 小惑星シルバーマンは、ジルバーマンの名前にちなんで命名された。ゴットフリートジルバーマンは、その工房から、ザハリアス・ヒルデブラントの他にも、ヨアヒム・ワーグナー、アダム・ゴットフリート・オーメといった、次世代を担う、オルガン職人を輩出し、ザクセンをはじめ中部ドイツ地方のオルガン製作に、大きな影響を残した。その特徴は、比較的コンパクトなサイズであること、 外観がフラットな印象であること、材料の木材や金属が良質であること、明瞭で線の、はっきりとした音色であることなどが挙げられる。これらは死である兄のアンドレアスのオルガンとも共通しており、ジルバーマンオルガンと総称される。ゴットフリート・ジルバーマンは50機のオルガンを作成したが、現存する作品は以下の通り。ジルバーマンは、 オルガン以外の鍵盤楽器も制作している。それにはバルトロメオ・クリストフォリが発明したホルテピアノを模倣したものも含まれている。彼の制作したホルテピアノはニュルンベルクのドイツ国立博物館に一台、ポツダムの新宮殿と三数 C 宮殿に一台ずつ残されている。1747年5月、ポツダムでヨハンゼバスティアン・ワッフ派が フロイセン国王フリードリヒニセイの与えた主題による即興演奏を行った。この際使用されたのはジルバーマン作のフォルテピアノであった。この即興演奏をもとに作曲されたのが音楽の捧げ物 BWV1079 である。バッハは1730年代に彼のフォルテピアノを悲壮した際、高音域が貧弱、タッチが重いと指摘しているが、後にジルバーマンは 改良を加え、バッハからも好評を得た。また彼はクラビコードを改良した、チェンバロダモーレのある楽器の制作もいった。ドレスデン近郊のピルニッツ城に保存されていた二眼鍵盤の、チェンバロが彼の作品であることが近年同定された。1749年製のゴッドフリート・ジルバーマンの楽器の複製は、ポール・マクナルティが、マルコム・ビルソンのために2020年に制作している。 ルカ・グー・リエルミー、ヨハン・セバスチャン・バッハ、バッハ&、ザ・アーリー・ピアノ・ホルテ、ホルテ・ピアノ・シルバーマン1749、グレー,ビー・ビセン・バッド・バルトロミオ・クリー・スタファリー1726、クラビコード、クリスチャン・ゴット・ローブ・ユベール1784、レーベル、ピアノ・クラシック、ミクロー・シュ・シュパニー、カール・エマニュエル・フィリップ・バッハ、ソロ・キーボード・ミュージック・ボリューム12、プレード・オン、A コピー・オブ・オブ・ウェイ、 シルバーマンフォルテピアナンバーワン749レーベル BIS ・アルノーデ・パスクアーレ CBE ・バッファグラウンヘッセトリオス・フォー・フォルテピアノビオラ・ダ・ガンバアーリー・ピアノシリーズ CD1 プレード・オン A コピー・オブ・シルバーマン・ピアノバイケル・スティン・シュワルツレーベルアルファ・クラシック・スベルンハルト・クラップレット ヨハンセバスチャンバッハ、コンプリートワークス、プレードオン・シルバーマン・オーガンズ、プレードオン・ザ・オリジナル・シルバーマン・オルガン、レーベル、アイオロス、マリエ・クレール・アラン、バッハ、オルガン・ワークス、プレードオン・ザ・シルバーマン・グランド・オルガン、レーベル、エラと・ゲンゾウ、タケヒサバッハ・エス・インストゥルメンタル・ワークス、プレードオン、A コピオブ・エイ、シルバーマン・ホルテピア、no. ・ナンバーワン・747倍、 ケンタ深町フロム2007レーベルアルムレコーズありがとうございます。